はい、今日はね、珍しく昼間なんですよ。こんにちはです。今ね、2時15分、これ3時半からね、ペソ練習会があるんですけど、まあ、その前に撮っちゃおうかなという感じでね。まあ月曜日ということでですね、まあ、地獄の居住練習ということで、今日もまた行ってみたいと思います。いやー、公式記録会は残念でした。まあでもね、とりあえずブルズアイがですね、何気に95点だったんですよ。1個5点打っちゃったんですけど、まああえて言いますけど、まあ、居住はまあまあだったっすね、やっぱね。でもね、震えながらもまあまあでしたね。そういうことで、また行ってみましょう。いつものように50秒を10回やって、終わったら50秒休むと。50秒居住して50秒休むのを10回繰り返して、続いて1分やって1分居住練習して、1分休むというものですね。10回ずつ繰り返すというものですね。じゃあ今週も行ってみましょう。スタンバイ、レディーゴー。はい、またこんにちはです。またここで、カウントしていこうと思いますね、タイムの方。15秒経過。30秒経過。40秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50秒です。まず1回目終わりましたね。はい、とかないとか。消しちゃいましょうか。今年最初の公式記録会ね、やっぱり、難しいですね、試合はね。特にちょっとね、6ヶ月ぶりぐらいですか、公式。いやー、またやられてしまいましたね。まあ、なかなか練習通り打てないっていうのが、これは個人差があるんでね、でもあんま心配しないでくださいね、下手に。打てる人は打てますから。ちょっと僕は特殊なんですよね。じゃあ続いて50秒2回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。はい、50秒2回目ですね。さっき30秒言いましたけど、50秒の回は15秒と40秒で、あと残り10秒いっていこうと思います。15秒経過。なんで15秒にするかというとですね、だいたい15秒ぐらいまでには打った方がいいよってことは、まあ、ちょっとね、振り上げとかが入っちゃうんで微妙なんですけどね、一応15秒ぐらいにはもう引いた方がいいですよということで、15秒カウントすることにしております。40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、50秒ですね。はい、2回目終わりました。ちょっと公式の話もまたしてみますかね。今回98人だったんですね。いやー、すごいですね。去年、ちょっと自分でも撮った公式のやつあったんですけど、試合の様子ね、ちょっと撮ってくれた人もいたんですけど、僕はですね、まあ、試合の模様はね、もうマックス高谷さんの YouTube でね、4時間たっぷり、多分いろんな選手の動画入ってると思います。ちょっとまだ自分も見切れてないんですけどね、そっちで楽しんでもらおうかなと思って、ちょっと、自分のね、まあ、公式錦糸町で行われることが多いんで、ちょっとその案内的なものもね、撮りたかったんで、そんな感じで撮ってみたんですけどね。さあ、続いて、おっと書いてないぞ。
はい、行っちゃおう。はい、50秒3回目行きましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒3回目ですね。15秒経過。先ほど言ったね、15秒以内に引かなきゃいけないっていうのは絶対ってわけじゃないんですよ。ただなんでそう言ってるかというと、大体人間10秒ぐらい上げてるのが限界みたいなんですね。ですんで、ぜひ15秒を境にしたね、なんだろう、居住の動きちょっと確認してみていただけたらなと思ったりします。40秒経過。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、50秒です。はい、50秒3回目終了と。どこが話したのかな。98人来てね、すごかったなって。去年が74人だったんで、24人アップそうなりますね、年明け早々から。いやね、今年本大会、去年が180だったかな。このままいけばついに200に突破するんじゃないかと。一回APS3 がね、このこれリミテッドですけど、 APS3 が初めて出た年がね、すごいそんぐらい多かったんじゃないかな確か。またそんぐらい、また戻ってくるんですね。じゃあ続いて50秒4回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒4回目ですね。15秒経過。まあ、だいたいね、10秒ぐらいで打てるといいんですけどね。もうどうやってもずっと上げすぎちゃうとね、やっぱり揺れ幅も大きくなってきますよね。40秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、50秒です。引きましたね、今、シラーを。よいしょ、50秒4回目終了。まあ、次の公式記録会はね、京都なんですね。3月の10、何日だったかな。3月の12日ですね。これね、南関東競馬っていうのがカレンダーなんですけどね、すごい予定入れやすくてね、いいんですよこれ。3月12日ですね。もう締め切りになっちゃったのかな。ちょっと人数がね、まあ、40人ぐらいまでなんで、枠がね、とあれなんですけど、じゃあ行ってみましょう。50秒5回目、スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒5回目。これで50秒の半分ってことになりますね。15秒経過。30秒経過。言っちゃったな、30秒。40秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、50秒です。はい、50秒5回目終わりました。ということでね、3月は京都。おっと、気づいたよ、今日は。危ねえ、残り5秒ぐらいでした、今。
10分間でね、セルフタイムがかかるんですね。残り休み時間あと20秒水飲んどこうかな。さあ50秒今度6回目ですね。はい、50秒6回目いきます。はい、スタンバイレディーゴー。はい、50秒6回目ですね。50秒6回目始まりました。15秒経過。今更ですけど居住練習ね、ぜひこれ、見ていただきたいというよりは一緒にやっていただきたいなと思っていつも撮っております。この間ね、公式記録会の打ち上げでね、ちょっと、いつもこれ見てやってますよなんてありがたい言葉を聞かせていただいてね、本当ありがとうございました。40秒1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、50秒です。はい、50秒6回目終わりました。はい、いやーでね、まあ公式記録会終わるとね、終わった後打ち上げあるんですけど、飲みすぎちゃいましたですね。今ようやっとね、今日月曜日なんですけど、土曜日、昨日一日死んでましたね。まだね、ちょっと胃がおかしい。いやー、つい飲んじゃうんですよね。自分ね、家とかじゃ一切飲まないんですよ。あの場はね、やっぱちょっとね、楽しくなっちゃうんだな。大げさな話、ちょっとね、まあいいや、次行きましょう。60秒ほど。7回目ですね。はい、スタンバイ、レディーゴー。はい、50秒7回目始まりましたね。で、またこれまた今更ですけど、居住練習やるときはいつもあの APS3、まあ私は APS3 使ってるんでね。おっと。15秒です。そう、APS3 を使ってるんで、上のね、コッキングシフトレバーでしたっけ。あの、球を球弾するときのあの、カチンって最初に押す。かけるやつね、あれだけかけて、視野が落ちるギリギリぐらいのところにまであのトリガーに指をかけてですね、視野の落ちるあたりを感じながら居住しております。40秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、50秒です。お疲れ様です。あえて雑に振ってみたんだけどな。50秒7回目終わりましたね。で、打ち上げね、打ち上げあるんですよ。で、いつも僕ら、錦糸町でね、公式あるとき、昔はね、市ヶ谷にウンさんというですね、シューティングとかね、APS カップもやってた方が、お店にやってるお店があってね、イタリアンレストラン屋さんだったんですけど、そこなくなっちゃったんで、今は飯田橋の中華屋さんっていうね、そこでやってるんですけど、これがね、楽しいんですね。あの、また時間になっちゃったんじゃないの。そうだね。次、またもう一回話しましょう。はい、じゃあ50秒8回目ですね、今度ね。はい、じゃあ行きましょう。スタンバイ、レディーゴー。50秒8回目。はい、50秒8回目が始まりましたね。15秒経過。40秒1、2、3、4、5、6、7、
8、9、50秒です。さすがテトリマヒが、さあ50秒8回もありましたね。よいしょ。で公式戦終わってからね、飯田橋の中華屋さんでいつもやってるんですけど、だいたいどんぐらい5時ぐらいからなんだかんだ9時ぐらいまで飲んでんのかな、いつも。もう途中からね記憶なくなっちゃって、俺暴言吐いてると思うんですけど結構ね。でもあのこの公式の後の打ち上げね、まあ本大会もそうなんですけど、大げさに言うとね、なんか一緒に戦場から帰ってきたみたいなところが、ね、ちょっとあるはあるの、こういうのね。で特に何回も同じ人とねずっと一緒に公式出てまた飲んでっていう、また時間になりました。はい、じゃあ50秒9回目いってみましょう。スタンバイレディーゴー。はい、50秒9回目が始まりましたね。さあいよいよ50秒はこれを入れたあと2回ということになりますね。15秒経過。いや公式記録会参加なさった皆さん本当お疲れ様でした。98人ということでね、当日ちょっと来れなかった方もいらっしゃったみたいで、まあ、100人という大台には乗らなかったですけど、まあそれにしても見事な数字だったと思いますね。40秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、50秒です。50秒やってるかな今日は。はい、50秒9回となりましたね。でまあ話は何回も続きになりますけど、まあとにかくね、ずっとやっぱ APS カップ打ってるとね、で終わった後パーッと酒かっくらってガハハハハって話してるとですね、やっぱ自然となんか、なんだろうな、まあ、仲間っぽくなってってね、どん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 楽しくなってっちゃうんですね、これがね。ですんで、もうあえて言いますけど、その楽しさ知ってもらいたいために APS カップを始めてもらいたいなっていうところもあったりするのよ、これね。もう怒られるかな。まあでも、実際そうはそうなんだよな。じゃあ50秒、ラスト、10回目ですね。行ってみましょう。はい、じゃあ50秒ラスト10回目、スタンバイレディーゴー。はい、50秒ラストですね。いよいよ50秒ラストです。まあ、秒数が違うんであれですけど折り返しって感じですね。15秒経過。まあ、今回公式記録会ですね、JSG のスタッフの皆さんが本当ものすごい頑張りでね、昼飯なんかもうまい具合に時間を、まあ、作ってたのもいなかったと思うんですけど、頑張っていただいて本当ね見事な公式を運営していただきました。本当感謝の一言でございます。いや本当自分の成績以外はいい公式でしたね。はい、40秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、これで50秒、50秒ラストです。続いて60秒ですね。でも今日50練習これで何回目なんですかね。もう5回目ぐらい。どうでしょうこれ。おっと、あぶね、また気づいちゃったよ。今のところパーフェクトにいってますね。休み時間残り24秒。さあ続いて60秒になりますね、今度からね。そっか、次直さなきゃいけないんだな。60秒。さあ60秒、1回目ですね。続いてね行きましょう。60�秒、1回目、スタンバイ、レディーゴー。はい、60秒の回が始まりましたね。60秒1回目です。60秒はね、15秒、30秒、50秒からカウントダウンという感じにしていこうと思います。15秒経過。
30秒経過。50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、60秒です。はい、60秒、1回終わりましたね。この居住練習もね、さっき途中になりましたけど、もう多分5回ぐらいやってると思うんですけど、これもしかしてね、自分撮ってる時の全部今まで5回やってるよって人は、だいぶブルザイの止まり方ね、居住した時、まあ、練習以外にもね、いざじゃあ撃っていますって時にパッと構えて、その銃のなんだろう、止まり方って結構変わってきてると思うんですよね、ずっとやってる人ね。結構ね、やっぱね、やっぱ練習しておくとね、練習してて、まあ、試合で点数出るかどうかって言ったら、まあ、僕の場合特にそうなんですけど、別の話として確実にね、やっぱ上手くはなるはずなんで、ぜひですね、続けてもらいたいなと思うんですね。さあ、60秒、今度2回目ですね。はい、じゃあ行きましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒、2回目が始まりましたね。15秒経過。30秒経過。これカウントダウン、これね、読み上げを15秒30秒入れてる時、いつもちょっとね、一瞬眠くなってしまうんですよね。もう揺れてきた。50秒経過。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、60秒です。はい、60秒、2回目終わりましたね。で、この居住練習ずっとやってる人、やってる人は分かると思うんですけど、疲労っていうのはですね、まあ究極言っちゃえば筋肉なのかもしれないですけど、まあ要するに何だろうな、こう肉体的なものだけじゃなくてね、例えばね、こうやって構えてる時に、ああもうなんかちょっと長えなとか疲れてきたなって思い出すとね、だんだんまたね、止まんなくなっちゃったりするのね。あと、なんつっても目ですよね、目。やっぱサイトに集中してね、ずっと同じとこ見てるのって、やっぱ目も疲れますよね。まあ、そこら辺もあるんで、そういうのを訓練するのかなと。そういう、まあいいや。さあ、続いて60秒。3回目、いきましょう。スタンバイ。レディー、ゴー。はい、60秒、3回目ですね。間違いないな。60秒、2回目か、これ。15秒経過。30秒経過。あ、そうですよね、これ60秒3回目ですよね、これね。50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60秒です。
60秒、3回目終わりました。目がね、こうやってずっと同じ姿勢でいってみてると、やっぱ疲れてきちゃうんで、プレートなんかの時は、一回ね、やっぱ視線を変えた方がいいらしいんですけどね。もう試合になるとそれどころじゃないから忘れちゃうんだな、全部。さて、60秒、今度4回目か。どうですか？疲れてますか？皆さん。だいぶ疲れてきてるでしょう、もう。ねえ。あと6回。あと6回じゃない。今度64回目。あと7回ですね。まあ、なかなか、飛び顔を引くのって難しくてね。居住練習より鳥が引く練習した方がいいんじゃないかという気もしないでございますが、まあでも居住やっぱね、大事だと思うんですよね。じゃあ行きましょう。60秒4回目スタンバイ、レディーゴー。はい、60秒4回目ですね。さあ、だいぶ先が見えてきましたからね、皆さんもうちょっと頑張りましょうね。15秒経過。30秒経過。これね、僕のこの15秒経過とか60秒経過、ちょっとね、タイムずれてる時もあると思うんですけど、ちょっとね、これちょっと難しいんですよね、合わせるのね。間違ってたらすいません。50秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、60秒でーす。あー、飛ばした今、鳥が。さあ、60秒4回終わりました。今、早かったな。不思議なもんでね、やっぱ、人間の脳みそとか目ってのは不思議なものだなっていつもこれ思ってるとやってると思うんですけど、今なんか結構止まってたんですよ。やっぱ止まってるとね、なんでしょう、やっぱ楽しいのかな。時間1分、あっという間でしたね、今。ただちょっとね、ブルブルしちゃうとね、まだかまだか、まだかみたいな感じでね、長く感じたんですよ、これね。実際は同じ時間なんですけどね。不思議なもんなんですね。いやまだね、軽く脱水症状なんですよ。いやうまいな、水が。やっぱ飲んだ後は冷たい水が一番うまいですね。さて、60秒5回目いってみましょう。はい、スタンバイ、レディー、ちょっと危ね。ちょっと待ってね。いやちょっとアクシデントがあったんですが、まあ、とりあえず60秒5回目に行きたいと思います。スタンバイ、レディーゴー。はい、60秒5回目ですね。60秒5回目が始まっております。15秒経過。30秒経過。これ実はですね、僕は60秒11回目なんですよね。いや、なぜかね、ちょっとね、保存できてないのがあって、10分間ね、10分分取り直したんですよね、これね。50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、60秒です。はい、60秒5回目終わりましたね。ですね、もうこれ実はね、もう全部終わってんですよ、居住練習。そしたらなんか一つ取ったやつが消えちゃって、今60秒5回目からこれ60秒9回目取り直ししてます。まあ、ということで5回目終わったと。
ちょっとこの合間に話す内容ももしかするとね、なんか同じこと喋っちゃってるかもしれないですけど、すいません、その場合ごめんなさいって感じですが、いやー参ったなー、なんで消えちゃったのかなー。で、まあ、とりあえず今60秒5回目終わったということで、続いて60秒6回目になりますね。はい、じゃあ60秒6回目いってみましょうか。はい、60秒6回目じゃいきます。スタンバイレディーゴー。はい、60秒6回目が始まりますね。だいぶここら辺に来ると疲れてきてると思いますけど、もうちょっと頑張っていきましょうね。15秒経過、60秒6回目ということで、これを入れてあと5回ということになるのかな。30秒経過、いやー土曜日飲みすぎちゃいましてね、ようやっと今落ち着いてきました。今度気をつけないとなって毎回言ってるんですけどね。50秒経過、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、60秒です。お疲れ様です。いやー今喉が言い腹っぽかった。60秒6回目終わりましたね。これもうね、60秒5回目も6回目も1回やってるんですけど、この間一体何を話してたんでしょうかね。まあ、こういうことたまにあるんだよな。なんか操作間違っちゃったのかな。さあ続いて60秒7回目になりますね。60秒7回目。だいぶ疲れてきましたか。大丈夫でしょうか。よいしょ。じゃあ60秒7回目、そろそろ始まりますね。1分が終わります。はい、じゃあ60秒7回目いってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒7回目が始まりました。15秒経過、ここら辺に来るとね、だいぶ腕もプルプルしてきてる方もいらっしゃると思いますけど、あと4回頑張っていきましょうね。あと4回です。30秒経過、おっとサイレンが、これ居住練習、まあサイトが動かないっていうのが大事なんですけど、サイトアライメントをね崩さないというのが最も大事だと思います。50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、60秒です。はい、60秒7回目終わりました。60秒7回目終了と、多分今週の予定とか話してたと思うんだな、これ。今週ですね、2月今13日。もう実は3時半過ぎちゃったんですけどね、これね。誰か来るかもしれませんが。今日9時半まで、APS カップ平日練習会、無料でやってますが、このね、もうまさにこの場所でやります。で、あと水曜日と金曜日、これもね、午後3時半から9時半まで練習会やってますんで、15日の水曜日と17日の金曜日ですね。であと今週はですね、土曜日18日もね、午前10時から、午後9時半まで APS カップの無料練習会やる予定です。ちょっと私ね、金曜土曜もしかしていなくなるかもしれないですよね。ちょっとまだ未定なんですけど、
さあ、では60秒、8回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。はい、60秒、8回目ですね、いよいよね。あと3回ということになります。頑張っていきましょう。15秒経過。サイトアライメントっていうのはね、いわゆるまああの、いわゆるというかリアサイトとフロントサイトの位置関係ですね。30秒経過。まあ簡単に言っちゃえばリアサイトの中にフロントサイトを真ん中に持ってくるということでしょうかね。このフロントサイトとリアサイトの位置関係、サイトアライメント、これをとにかく崩さないで居住し続けるということは大事だと思います。50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、60秒です。お疲れ様です。はい、60秒、8回目終了しました。ダメだよこういうの。危ねえ、時間微妙だな、大丈夫かな。さあ、60秒、8回目終わりましたね。で、今週ね、2月19日の日曜日、ちょっと九州のね、遠蔵さんという方がやってる APS カップの練習会、ちょっと見に行こうかと思ってます。飛行機はね、ちょっと銃の持ち運びが若干面倒なんでね、ちょっと見学だけ行っておこうかなと思ってるんですね。まあ、ですんで、九州のね、博多のあたりの方で、APS カップ興味ある方、今週の2月19日の日曜日、夕方からやっておりますんで、そちらの方もぜひ行ってみてくださいね。さあ、60秒、9回目行ってみましょう。スタンバイ、レディーゴー。はい、60秒、9回目です。残り2回となります。頑張っていきましょうね。15秒経過。もうだいぶ来てる人は来てるでしょう、これ。私はまだそこまで来てないのかな、これ。30秒経過。でもこれ2回目取り直したやつだから、15回目なんだな、これ。50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、60秒、お疲れ様です。はい、ちょうど60秒、9回目終わったところでね、電池なくなりましたね。これ大丈夫だな。そっか、1分押さないといけないんだ。今1分間休憩中です。続いて60秒ラストになりますね、次ね。で、ちょっとどこまで話したのか忘れちゃいましたけど、ここのとこね、公式ホームページ APS カップのね、あそこで公式練習会が終わったりね、その前になるとすごいサイト記事更新してくれるんですね、協会さんのね、ニュースみたいなの。そこのね、とこでおっしゃってたんですけど、もうあの足切りはなるべくしないと、何人でも受け入れるというようなね、姿勢ね。これは嬉しいですよね。仮にね、無理だったとしても、あのそういうね、心持ちっていうのがね、やっぱね、すごい嬉しい。で、あと最近そのね、記事ね、面白いんですよね、読んでてもね、非常に楽しみでね、そういうところも人数増えた原因じゃないかなと思ってるんですよね。さあ、続いて60秒ラスト言いましょう。スタンバイ、レディーゴー。さあ、最後ですね。はい、いよいよ本日のラスト、ラスト居住ということで、頑張ってください。15秒経過。
いや今週もこれで終わりですね。今日中どうでしょうか。そろそろだいぶ止まってきてるんじゃないでしょうかね。そんな甘くないのかな。30秒経過。でもやっぱね、一番大事なのは居住だと思いますんでね、まずはここから頑張っていただけたらなと思います。さあだいぶもうプルプルでしょうけど、残りわずかですよ。頑張っていきましょう。はい、50秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、60秒です。お疲れ様でした。今週もお疲れ様でした、はい、また来週会いましょう。では失礼します。とりあえずここでは失礼します。60秒、10回目終了ということで、皆さんお疲れ様でした。ということで今回公式6回、これ見てる方でもね、参加した人いて、うまくいった人もいればうまくいかなかった人もいると思いますが、なんだろうな、まあ、ちょっと自分もね、いい点数、本当に嬉しい点数180点以上とかね、公式で出したことがないんでね、それはそれはまた点数、いい点数公式とかね、本大会で出せたという楽しみっていうのはもちろんあるんだと思いますけど、そこはちょっと未知の領域でね、皆さんに説明しきれないんですけど、まあ大多数の方がですね、うわーまた今回もやられてしまったっていう感じで終わっちゃうと思うんですね。でまあ甘いと言われれば甘いんですけど、それはそれなりにね、まあ楽しいは楽しいんですよこれね。で自分なんかもね、まあこうやって顔出して撮っててね、まあ点数なんかも出して、で公式と本あの練習とのギャップでね、まあ悩まないことはないんですけど、まあでもね、また不思議なもんでね、もうダメだと思っててもね、やめようとは思わないんですよこれね。これはね、なんか一つ目標に対してね、また練習して、やっていくっていうのがね、なんつったらいいのかな、とりあえず充実してる感じもあってね、ですんでこれからも続けていこうと思いますんで、居住練習の方もね、毎週月曜日一応やっていくつもりですんで、よかったらお付き合いいただけたらと思います。で何回もいつも言ってますけど、居住練習ね、いきなりこの50秒10回、60秒10回っていうのをちょっときついなって方はね、秒数多分これまたカウント入れると思うんですけど、で30秒でやめてもいいし、回数絞ってもいいし、そこら辺は52、50分のレベルでやってってください。で、あとね、やっぱずっと上げてると疲れますんで、ケアっていうんですか、まあ、湿布貼ったりね、まあ、僕らの世代だと特本って言っちゃうんですけど、そこら辺貼ったりね、してね、特本って今の人分かんねえよな、もう。バンテリンとかね、そこら辺の、終わった後、筋肉疲労を取る。何らかの手段は講じてもらいたいなと思います。無理してずっとやってると本当手おかしくなっちゃいますからね、それも気をつけてやってください。ということで今回また居住練習やってみました。また来週もやりますんでね、よろしくお願いします。改めまして公式6回、参加なさった方、JSG、の協会の皆さん、本当お疲れ様でした。また次回よろしくお願いしますと。ところで、この動画もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。さよなら。